どうも白洲太郎です。はい、というわけで今日は僕らね、ブラジルの田舎町に住んでるんですけど、なんか広場の方でブラジルの郷土料理ゴドーのね、品評会をやるっていうんで、これひょっとしたらタダ飯食えるんじゃねっていう希望を胸にね、現場に向かってるところっす。ゴドーについては後々説明しますけど、食べたことある方いたらコメントに書いてみてください。それでは今日も行ってみましょうって感じで、街をフラフラしてたら教会でミサをやってたんで突撃してみました。普段教会に行く習慣なんて全くないんですけど、ブラジルに来たばかりの頃はね、現地の友達に誘われてたまに教会に行ったりしたんですよね。最近ではコロナの規制もほぼなくなってきて、ようやくブラジルの本当の姿が戻ってきたなって感じっす。ふと横を見るとね、チャブなんかは結構真剣に乗ってたりもするんですけど、僕はすぐに集中力失っちゃうんで、ミサにはあんまり向いてない性格っすね。10分ぐらいで帰ろうとしたら、思いがけずね、ノベルティアイテムももらっちゃって、笑顔の僕たちっす。って感じで、このチャンネルではね、ブラジルのど田舎の自由気ままな生活の様子を公開してるんで、ゆるい海外の雰囲気が好きな方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、というわけで大岩さんの経営する店にやってきました。僕はもう10年以上同じ家に住んでるんですけど、家賃は毎月手払いしてます。今時はね、銀行振込やピックスっていうスマホ決済が田舎町でも主流なんですけど、やっぱり顔を合わせてありがとうって直接言って支払うのがいいっすよね。そういうコツコツの積み重ねでね、大家さんにも信頼してもらってるんで、彼にはかなり助けられています。一度泥棒にね、カーステを盗まれたことがあったんですけど、彼と彼のお兄ちゃんが取り返してくれたなんてこともあったんですよね。ちなみにこの大家さんはね、チャムのカポエラ仲間でもあるんで、昔はよく彼の家で練習したりもしてました。怪我をして以来カポエラからは遠ざかってるんですけど、まだやりたい気持ちはあるみたいですね。こうやってね、1ヶ月に1回家賃を払うタイミングで電気代、水道代、インターネット代の支払いも行ってます。白洲商店、今月も無事に乗り切りました。グラスサザーデウスはね、ブラジル人が口癖のように言うセリフです。はい、というわけでね、ブラジルの郷土料理ゴドーのね、品評会が行われる会場に来てみたんですけど、例によってまだ閑散としてると。プログラムの時間によればとっくに始まってるはずなんですけど、さすがブラジルタイムっすよね。来て初めて知ったんですけど、品評会の参加者は自分家で料理してきたゴドーをね、鍋ごと持ってきて審査員に食べてもらうっていうスタイルみたいっす。だけどご覧の通り、その参加者がね、まだほとんど到着してないっていうね、さすがブラジル、これぞブラジルって感じっすよね。でこれがね、ブラジルの郷土料理ゴドーです。緑色のね、若いバナナを使ったゴドージバナナが一番有名なんですけど、そのバナナを肉や野菜と煮込んだ鍋料理、それがねゴドーっす。カレーと同じでいくらでもアレンジできるんで、各家庭にそれぞれのこだわりがあるでしょうね。というわけでようやく審査員たちが試食を始めたんですけど、結局ね、30人のエントリー中17人しか現れなかったそうです。それにしてもこんな大名行列みたいな感じで17鍋のゴドーを試食していくって、どんだけ時間かかるんだよって思いません？最後の方には腹もいっぱいになって舌もバカになってるだろうから、公正な審査は難しいっすよね。調理器具にしても土鍋から電気釜までいろいろで、早く味見したくて仕方ないんですけど、これどうやら僕らみたいな下層民におこぼれが回ってくるには相当時間がかかりそうだなということに気づき始めて、暗雲が確かめています。いつまで待てばいいんだろう。いやー、審査員のゴドーの試食は全然おらないんで、ついパンをね、買い食いしちゃいましたよ。チャムが食べてるのはチェダーチーズとソーセージのパンで、僕のはねポンデケージョっす。ブラジルといえばポンデケージョは結構有名っすよね。でね、ついでにプヂンまで買っちゃったんすよ。なぜか
ブラジルのプジンといえば激甘で有名ですけど、こんなの買っちゃった時点で僕らのゴドウに対する情熱が薄れてしまっているのはね、明白でした。というわけでようやくね、審査員の試食がファイナルに向かっているところなんですけど、終わりそうでなかなか終わらない。まあ彼らもね、一生懸命仕事をしてるってことなんでしょうけど、僕らもね、そこまで暇じゃないのね。暇なんだけど、もう待ってらんないわけよ。というわけで、さっきの完食で腹も空いちゃったし、今回はね、ゴドウの試食に至らず撤退することになりました。申し訳ないです。ですが、このゴドウ、せっかくだからね、我が家で作ってみようかなって思いつきました。というわけで皆さん楽しみにしててください。じゃあね、最後にうちのチャムにもコメントもらいましょうか。はい、というわけでゴドウ食えなかったね。食べれなかったね。一生懸命待ってて、審査が終わったら食べれるかと思ったけど、まあ冷めてるやろうし待ちきれないので帰りました。そうだな。でも、なんか前から一応気になっていた料理ではあるので、ついに満を持して作ることにチャレンジする。やったー。というわけで皆さん楽しみにしてください。頑張ります、ね。というわけで今日はこんな感じかな。僕たちのチャンネルではこうやってブラジルの日常を発信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録やいいねとかお願いします。お願いします。いつもありがとうございます、ではでは次のビデオでお会いしましょう。チャオチャオ。最近ね、遊びに来てくれるニャーブルです。最後のはニャボじゃないんですね。そう、その後ろにはね、ニャスコと名付けられたニャーブルのね、お尻を追っかけているオス猫さんがね、こうやって遊びに来ることが最近多くなってきて、チャムも僕もワクワクしてます。というわけで次のビデオでお会いしましょう。チャオチャオ。はい、チャムでございます。ご存知の方もご存知でない方も、平助の庭には2年ほどニャボさんという猫さんが遊びに来てくれていました。ニャボさんのその後を気にしててくれる方もいらっしゃるので近況報告させていただきます。ニャボさんとは YouTube 内で経過報告してましたように、徐々に仲良くなれてて、喜びのシャーとか猫パンチはされるものの、我々に最高の癒しを与えてくれておりました。が、今年の1月頃のある日、様子がおかしくて、その日を境に姿を見せなくなり、おそらくもうお星様になってしまったのだと思います。何日も夜な夜なシャワータイムに涙を流しつつ、ニャボさんの癒しの大切さを実感しておりました。本当にニャボさんへの人撫でがチャムに大きな癒しだったんだなと思います。そこから半年経った最近、ふと気づいたら近所に猫を飼う人も増えていて、野良猫さんも増えてきて、近所のおじさんたちも猫にメロメロになっておりました。そしてついにうちの庭にも何名か現れるようになったところです。そのうちの1匹はニャボによく似ており、ニャボの息子なんじゃないかってことで、太郎さんがニャスコと名付けました。現れた時のやぼったさとか、ご飯を食べる姿がとてもニャボに似ていて、サウダージでございます。今後撫でれるくらい親しくなれる方になるのか、ワクワクしている、そんな猫近況でした。